極楽とは、阿弥陀仏の浄土であり、サンスクリット語、スカーバティーは、スカーにバティーを加えたもので、幸福のあるところ、幸福に満ち満ちであるところの意味。スカマヒサゲ、ソカミカド、スマヒサゲ、スマダイなどと音を表され、安楽、極楽、妙楽などと訳出された。極楽を描いた、絵極楽を小説するのは、浄土三部行。中でも、極楽の模様は、 仏説阿弥陀行に詳しく説かれているので、この教により概要を説明する。今を去ること重厚の昔、阿弥陀仏は浄土をして、西方十万億の仏土を過ぎた、彼方に浄土を構えられた。そして、現在でも、この極楽で、人々のために説法している。この極楽という仏土は広々としていて、偏在のない世界であり、地下や地上や、虚空の消は脇を極め、 妙を極めている。この浄土にある花池や宝楼、宝閣などの建物も、また浄土の宝珠も、皆金銀主玉を散りばめ、七宝内誌は一億千万の宝を持って現職、されている。しかも、それらは実に正常であり、光明各尺と輝いている。衣服や、飯食は、人々の意のままに得ることができ、寒からず暑からず、気候は調和し、本当に、 住み心地の良いところである。また、聞こえてくる音声は、常に妙法を説くがごとく、水鳥樹林も、不知の妙説とともに法音を述べる。したがって、この浄土には、一切の苦はなく、ただ楽のみがある。ただし、酒や、性欲などの欲望的、肉体的な、楽ではなく、常に説法を聞いて、処物を供養でき、自らも下脱して、 人々を救済できるという精神的な楽に満ちているということである。この世界では、ふっつの無料ことぶき、無料行と同じく、一切の人々も、また無料ことぶき、無料行であり、知恵と慈,と慈悲とに極まりがない。常に放落を受け、諸物を供養し、出でては、苦の主生を救済し、回帰することができるのである。しかも、この国土は、保守を乗りに応ずる無意味反解であり、 一切の主張を導き救うためにフッツによって構えられた世界であると説かれている。阿弥陀如来が放蔵菩薩であった時に建てた四十八元の一つで、ある三十五元、女人王上願いにより、女性が極楽浄土に生まれ変わると男性となるとされている。ただし天女はいる。北家教、サンスクリット本の関税音菩薩不問品によると、極楽浄土では、成功が行われない代わりに、 レンゲの腹に子供が宿って誕生するという。極楽を描いた絵この極楽を法人物の国として報道と見るか、狼の国土としてケドと見るかに異論がある。これを大きくまとめれば、浄土教系の人々は極楽は報道であるとし、しかもこの報道へ、凡夫も往生することができるとする。これに反して、小動門の人々は、この浄土を報道と見る人々は、 凡夫の王城を認めないし、凡夫も王城できるとする人々は、これを報度と認めないでオ門と説くのである。例えば、エオンの大乗義明では浄土を、ことの浄土、僧の浄土、真の浄土と、分け、北っけ行の安楽世界、冠無量樹形の御田の浄土は列なることの浄土として、王土であるとする。また、天台宗では、御田の浄土は、盆昇道挙土として、 劣王人の土と見ている。さらに元の法恩義林明では極楽をた需要報道としている。浄土門の人々は道、広市の安楽州の報道説を根本としている。それは大浄土制御の浄土中成物出世法人という文によっている。この報道にどうして、凡夫の王女が許されるかについては、禅道は、凡夫の王女が許されるのは、凡夫も、 仏つねいに上達するからで、仏つねいに上達して、凡夫の王女が認められるという。浄土は法度。凡夫の王女は仏つねいに上達するから許されるというのが浄土教の理由である。この浄土について、古来、唯心の身だ、古心の浄土、古心の身だ、唯心の,の浄土と説く。すなわち、極楽といい、それが、西方十万億の仏像を過ぎて、彼方にあるというが、 主情陰節のためで、実は古心こそ浄土であり、阿弥陀仏とは言ってもただ心に外ならないというのである。この主張は主に華厳集や禅集で言われる。よりどころは、華厳行の、心と仏ッと及び主情との、これらの三は、無差別なりである。これら無差別の上に、主主の差別の自創が現れるのは、ゆいま行に、 心の清きに従って、仏土もまた清しとあり、心正常ならば、仏土も正常、心が汚染なれば、国土も汚染となるのである。さらに、有意識化の人々のごとく、仏心も仏土もすべて、別に外にあるのではなく、自身諸変であるから、個心を離れて別にあるわけではない。ところが、浄土門の人々は、自相の浄土を立て、心外に仏を見るという立場に立つ。 もちろん、このように、浄土門の人々は極楽を、自創の浄土を建てると言っても、それ自身は無造法性の理に即するとする。このような浄土門の立場に、衝動門と異なる宗教性を見るのである。親鸞は、唯心差分位に、極楽無音半壊を、下記のように尺している。つまり、極楽とは、苦しみの混じらない、心身ともに楽な世界ということであり。 悟りを開く境外である。阿弥陀行には、その国の主生中区あることなく、ただ初楽を受けくるがゆえに極楽と名づくという。このように語られているところから、日本人は思いが叶えられる結構な世界と考えてきた。平安時代の貴族たちは、様々な工夫を凝らして、死後に極楽に生まれることを願ってきた。ありがとうございます。